こんにちは、こんばんは、ゆず猫と申します。本日もよろしくお願いします。今日は縫い物です。よいしょ、はい、ですね、一番最初の時にあげたこちらの、パッチワークのキルトなんですけれども、こちらの、しつけをする時に、大きくって、ちょっとこちらの方では画面に映しきれなかったので、小さいサイズのものでしつけをこうかけてた時に作ってたものなんですけれども、ちょっとこちらの方もせっかく縫ったので、キルティングをちょっと色的に分からないんですけど、ちょっとすごい見づらいけどキルティングをしまして、でちょっと残りのバイアステープで、まだこのくらいちょっと残ってるんですけど、バイアステープもつけたので、こちらを小さいちょっとポーチにしようかなと思いまして、バイアステープの方はこちらのキルトの方でご説明してたので先にちょっとつけてしまったんですけれども、ほんの少しだけこうマチをつけて小さいこうなんだっけファスナーだ、ファスナーをつけていこうと思います。でこちらの方ではちょっと長すぎ、私が今紺色で持っていたのが20センチのファスナーなんですけど、ちょっとこちらでは長すぎてしまうので、こちらのサイズに合わせてファスナーの長さを作りたいと思います。ちょっとお待ちください。私思い出したの、ピンキングバサミを取っていただけますか。はい、はい、ピンキングバサミってどれ。ギザギザのハサミ、そこに飛び出ているのです。はい、こちらですね、こうギザギザに切れるやつですね。アシスタントです。アシスタントです。アシスタント編集ちゃんです。アシスタント編集の娘でござい、娘でござい。ですね、こうした時に、じゃ続けますよ。こうした時に映ってなかった、だいたいマチの部分も少し入れるので、この辺ぐらいまで、ちょっと今分かるようにピンに留めますね。今大体で何センチって測ってないんですけど、大体これ後ろにキルトがあるから見づらいですね。こうやったら分かるかな。ここからこの辺ぐらいまでに大体ファスナーを当てたいんですね。つけたいので、よいしょ、大体こう当ててもらうとこの辺ぐらいですね。私がいつもやってるやり方なので、ちょっとかなりへんてこかもしれないんですけれども、今こここのところだったので、ちょっとピンを留めておきますね。こちらを今、ちょっと下が映ってなかったですね。指が入っちゃった。すいません。ここの、よいしょ。反対だった。あ、さっきより、思ったよりちょっと小さかった。こちらの方で見ると、から測って10センチでしたね。さっき測った時12センチだったんですけど、もうちょい下にした方がいいのかな。すいません、11センチにしますね。間を取って11センチにします。そしたらここの、この止まっているところですね、ここのところから測って
11センチのところでファスナーを今長さを詰めたいと思うので、ここですね、今ピン留めたところ、ここが11センチのところになります。これはちょっと10センチの位置だったんでちょっと外しますね。そしてこちらのファスナーが11センチなんですけど、紺色だから紺色のこちらですね、紺色の糸を使ってここのちょうどこの刃の部分のところですね、ぐる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 っと縫って、縫い留めたいと思います。ちょっと一回これ外しちゃおうかな。私はここで外れてしまったら嫌なので、何回かしっかり縫い留めちゃうんですけど、よいしょ。このくらいで大丈夫かな。これでちょっと一回まだ留めないで、ファスナーがきちんといかないですね、これで。この状態で大丈夫そうなので、この裏側のところで玉留めしちゃいます。で、私玉留めした後このまんまで切らないで、このぐるぐるぐるっと縫い留めた糸の内側のところに針をちょっとだけ通して、縫い目を内側に入れ込むような感じにしてからいつも糸を切ってます。もしほつれちゃったら困るなと思っていつもそういう風にしてます。でこちらですね、ちょっと分かりづらいんですけれども、この部分が今見えますかね、ぐるぐるとここの部分縫い留めたんですけれども、2センチぐらい、1.5 から2センチぐらいのところを残して、あとは切ってしまいます。こちらですね、ギザギザのハサミで切った方のが ほつれにくいと言われているので、であとこれはもう捨ててしまいます。ギザギザの方で縫うといいと思います。でこちらの方ですね、自分なりのやり方ではありますけれども、ファスナーをつけていきたいと思います。こういう風にファスナーをつけたいので、この中心のところをまず測るのに、あ、ごめんなさい、逆にしますね。裏側のところでこの中心のところを、よいしょ、ちょっと分かりづらいんですけど、待ち針をこうつけておきます。印代わりですね。でそうしましたらファスナーを開いてもらって、裏側にちょっとしますね。それで、先ほどのここの縫い留めたところ、縫い留めたところと、もともとこうプラスチックみたく止まっているところを合わせてもらって、中心のところですね、こう半分に折ったところですね、ファスナーの引き手は向こう側を向いてます。手前側の方はファスナーの引き手の裏側が見えてる状態で、ここの中心のところに合わせます。で待ち針を止めちゃいますね、ここで。はい、でこの時に、ちょっと返しますね。バイアステープの一番この端の部分のところよりも、ファスナーのギザギザってなってる刃の部分が少し見えてる状態に、こういう感じですね、見えますかね、こういう感じで
待ち針を打って縫い留めたいと思います。でもう10分経っちゃいましたね。こんだけで全然説明が時間経つのが早いですね。よいしょ、ごめんなさい、映ってなかった。これ時間的に1回ではちょっと無理なのでちょっと何回かに分けて説明になってしまうかもしれないですね。これ早送りしますか？早送りで 2回に収めますか？2回に収めます。あ、喋ってくれてありがとう2回に収めるそうです。こういう感じで角の部分のところはこう丸みを出すような感じで留めてもらって、でここの部分ですね、ファスナーの刃よりも私いつも縫うのが3ミリぐらい下でしょうか。ファスナーのこういうところに模様が少しついてると思うので、そこのラインに合わせていつも返し縫いしてるんですけれども、だいたい3ミリぐらいのところだと、今見たら3ミリぐらいかなと思うんですけど、まあ、お好みの幅のところで縫ってみてください。ちょっと早送りになってるかもしれないですね。実際にはここのところですね、ぐるっと返し縫いを止めていきますね。でこれをずっと返し縫いしてここまで1回縫ったら再開します。一旦ここでカットします。カットしていいの？カットします。はい、すいません、ここまで縫ってきました。今返し縫いして、まだここのここはまだ縫い止めてないんですけれども、片側だけなんですけど先に縫ってきました。またここの部分なんですけど、以前はここのところを千鳥がけしてたんですけれども、千鳥がけで留めてもやっぱり角のところがこう浮いてしまうんですね、どうしても。で引っかかりやすかったりするので、ここのファスナーの端っこのところを最近は端っこの部分のところを中側の、 あの内布のところに縫い留めてます。あの細かめに、そうするともうあの開かないの でこういう風に縫い留めていってますね。面倒なんですけれども、やっぱりやるのとやらないのだと仕上がりも違うと思うので、私はいつもこういう風に留めちゃってますね。で、あの丈夫にもなるのでね、いいと思います。色が暗い紺色なんでちょっとよく見えなくて、よいしょ、はい、すいません、端までちょっと乗ってきちゃいました。はい、でここで止めたらこっち
の方ですね、この内側のところに通すようにして引っ張って切っちゃいますね。はい、それで今度反対側の方なんですけれども、ちょっと先に糸を切っちゃいますね。そしたらこちら側の方ですね、最初のこちらと同じで縦に半分に折ってもらって、真ん中のところですね、ここに待ち針を同じ先ほどと同じように打っておきます。そしたらこのように最初に縫ったファスナーの方が奥ですね、で手前はまだこれから縫う方ですね。でこのような状態でちょっと置いておいて、ここどうしようかな、ちょっとずれないようにピンで留めときますね。それで、ファスナーのこの止まっているところと一番最初のここの元々の留めの部分の時ですね、ここを合わせてもらって、中心のところここまた手で押さえて、よいしょと先ほど待ち針を留めたところですね、これ外します。ここに合わせてもらって待ち針で留めます。ちょっと上かな、よいしょ。でこちら側でもお伝えしたんですけれども、ここのバイアステープの縁のところよりも気持ちファスナーの刃が見えてるところですね、はい、この位置で留めてもらって、待ち針を、はい、止めていきます。でここの時はちょっと浮いているので、ファスナーのこの留め金具をちょっと手前の方にこう持ち上げて、少しこうギュッと引っ張る感じで待ち針を止めていきます。こちらも自然にこう止めていただいて、ここの部分のところですね、ちょっと本当は今はまだ返さないんですけれども、あまり開かないような状態ですね、キュッてなるような感じに止めておきます。でこちらの方も待ち針を同じように止めて、ぐるっと返し縫いをして、この端の部分のところをまた巻きかがって縫っておきます。はい、じゃあここは次回までにやっておきます。でその続きの部分ですね、ここの脇のところを縫うのと、マチを少しだけですけどマチを作るので、その部分は次回の動画になります。あとそうだ、ごめんなさいもう一つあれがあったんだ、こちらの方は合間でこういう小さいものを作っていったりするんですけれども、こういうどうしてもこの間もあれしてたんですけど、端切れが、ごめんなさい、大きい音出ちゃった、こういう細かい端の切れが出てくるので、こういうのも利用して何か小物を作っていけたらと思います。これも少しずつ使っていくんですけど、これ何に載せてるんだっけ、ツイッターこれは今まだベッドカバーみたいなのになるんですけれども、まだだいぶ大きくはなってきたんですけれども、長さ的にはこれ多分まだ3分の1ぐらいの長さなのかな、
収まりきれないね、画角にね。そう、これちょっと私がミスしてしまって、これがだいたい100、あ、ここ見えてなかった、180ぐらいぐるっとあるんですね。今4つにこう畳んであるんですけれども、で長さの方がよいしょ、よいしょ、ごめんなさい、ちょっとね毛糸がついてるので、あ、でもこの間よりもうちょっと進んだから3分の1よりはもうちょっと編めてるかな。ここが今編み途中なんですけど、まあ70、ここがまだ途中だから73センチとか4センチあたりのところですかね。だからあともう半分ちょっとぐらいなんですけど、これはですね、娘用に寝るときに使ってもらおうと思って、膝掛けとかに畳んで使ってもいいんですけど、寝るとき用に使ってもらおうと思って、ちょっとクリスマスまでにできるかなと思って、本当に大きいんですねこれね、あの全部をお見せできないのがあれなんですけれども、ずっと大きいんですとても大きいんですけれども、こちらの方もちょっとずつ報告ができたらいいなと思いつつ、これは長編みだけなので、編み方としては難しくないんですけれども、なんか海外の方の動画を見ていて、なんか結構複数の方がこういうなみなみっていう模様の、あのやっぱりこう大きい膝掛けとかベッドカバーみたいな大きいのを作ってる方が複数いらして、で画面をじーっと見ていて、こんな感じかなと思ってやってみたんですね。でところどころちょっと間違ってたりもするんですけど、ちょっとごまかしながらなんとかやってるんですけど、あの最初の方でよいしょ、最初の方でよくこういう七色彩色を買ってきましたっていうのを動画の方で、購入品動画のところで言ってたと思うんですけれども、ここのところで使ってたんですね。それで、こういうちょっと色の段染めみたいなものなんかも使ってるんですけれども、この中に使ってます。ちょっとあとどれだけ使うかもわからないんですけど、でこちらの思ったよりも糸をすごく使って、これすごく大きい400グラムっていう毛糸を以前に私何年か前に購入していて、でそれをずっと使ってなかったので、ここで使おうかなって思って引っ張り出してきたんですけど、それでももう足りなくなってしまって、まだ半分にも編み上がってないんですね。でその糸が昔パンドラハウスさんで買ったんですけれども、 400g こちらの糸ですね。もうこれは廃盤になってるって娘が言っていたので、なんか調べてくれたんですけど、廃盤で購入はできないそうなんですけれども、どこに書いてあったかな、 400g、 あ、ちょっとビニールが 800m って書いてあるんですね。ウールも入っているのでいいかなと思って七色彩色と合わせて編んでるんですけど、こっちのえんじの糸がもうこれだけしかないので、これがなくなったら次はこちらの色をベースに、いろんな色を間に挟んで編んでいこうと思っています。これも同じく 400g ですね。980円で買ったんです私。とっても安くって
良かったんですけど、もうないんですでこちらの方も少しずつお見せしていけたらなと思ってます。よかったらツイッターの方にも上げてますので、ご覧になってみてください。本日はありがとうございました。またよろしくお願いします。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。